こんばんは a k b 4とチーム B の徳永レミですこんばんは b s s イン放送アナウンサーの松原優希ですこの番組は高校2年生になった私徳永レミとちょっとだけ人生の先輩松原アナウンサーが現役高校生高先生と一緒に作っていくラジオ番組ですさて今はい56回目の放送となりました、はい、今週ね中間テストに初めて臨んだよという1年生そういう時期ですか そうですよ早い,いたかもしれませんが、はい、どうでしょう高校入って初めての,その定期テスト、うん、いわゆる、はい、なんかこうこれまでの受験中学校3年生で高校受験をするじゃないですか、うんはい、結構問題数多いじゃん確かにあれに比べたらなんか僕は<ー>結構だからそういういことか楽だったなと思ったんだけど受験に比べちゃうとそう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 。 長い時間も長く感じますしねそうだよ、ね、なんか問題数が最初の、うん、一番最初の定期テストって、はい、高校のテストに慣れてねっていう気持ちで先生たちも比較的作ってくれるからはい確かにレミちゃんどうなんかそのテストを初めて受けた時のことまだ覚えてる、はい、えでもめっちゃ科目め多いなと思いましたあーそうかそうかすっごいするねと思いながら確かにこれまでの科目先生、はい、5教科ぐらいだもんね そうですね多くてもがそうだよね期末は9教科だったけど10超えてきたからやばと思いながらもうパンクでしたなかなかねそれ考えると確かに大変かもしれないすごいですねと思いながら高校生慣れてきましたけど2年生にもなっていやじゃあこれをねやっていくうちにきっとね今の初めて受けた1年生も慣れていくとす。うですね さあ、今週もそろそろ始めていきましょう。はい、それでは、皆さん、今日もお付き合いください。今時、今時、今時,今時、今時、今時ハイスクール。さて、今日は、このコーナーと。<お>普段なら行ってるところなんですけれども。はい、な,んなんだ、なんだ。今日はね、ぜひ、また、番組に出演したいよっていう。嬉しい。高校生が来てくれてます。うええ、どうぞ。こんばんは。 伊沢三洋です。おー、こんばんはー。こんんはーありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです <laughs> ね。今回二十六回と二十七回の放送。はい。あとね年末特番にもボイスメッセージくれたり。そうですね。ボイスメッセージをいただきました。与那古南高校 E スポーツクラブだった、うん、E スポーツクラブだったところが部に昇格してます。E スポーツ部の部長。素晴らしい。 水澤美穂君が番組に個人的にまあ出させてくれよっていうことで、うん、あ自分からすごいそう強い意志を持って素晴らしい連絡をくれたので、はい、ちょっとあの久しぶりにスタジオで一緒にお話ししていこうかなと、ね、久しぶりですから、はい、でもこの前インスタライブやった時も来てくださいましたよね,ねありがとうございます京京都都でしたっけ京都に東京です東京 <laughs> 東京だ。東京にいたところ。遠足参加。<え>そう。妹みたいな感じ。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。はい。水沢さんも高校三年生になったということで。はいね、進学や就職を考える時期でもありますが、そこら辺はどうですか。まあこの前ちょっと校長先生に呼ばれて、何やらかした水沢さん。<laughs> <laughs> 怒られるかなと思ってたら、なんか就職まあか進学どうするって聞かれて。うん、はい。 まあ考えてますって言ったら「俺は進学がいいと思う」って言われて校長先生からそうでまあなんかいろんな高校のパンフレットみたいな感じ作ってくれてそれを出してくれてまあ,ある某高校名前ちょっと言えないんですけどまあすごい大学のまあこういう学部があって「俺に合ってると言ってきていやーすげえな」と思って自分でも。うん でまあ、そこ行こうかなって今考えててえー、校長先生々にすごいねもう心がもうバックバックでマジかって感じそうだよねえ、えー、校長室に呼び出されたってことだよねえなんかまあ今度来てくるみたいな感じでちょっとねそれだけ聞いたらもうああんか部活でやらかしたかなとかね、うん、<laughs> そう僕も思いました <laughs> だよねえ、はい、それまで水沢くんは、うん、その進学を考えてたの じゃあ全然違う方向に行くってことですよねですです新たな道が見えてきて見えてきてじゃあもう今では進学一本の状態ですか、うん、ですね、まあ、進学は、まあ、もしダメだったら就職ていう切り替えはするんで、うんうん、でももう進学に向けて今はじゃあ準備を整えてですねすごい だ校長先生からそんなことありますか。そう、ないよ、普通。ないですよ、<や>水沢君だから。かね、ねそう。だと思います。うん、いや、さすが。イースポーツ部部長。ね、部長、さすがです。ね。うん、で。今日も。イースポーツ部の活動について、水沢君、じゃあ、また、お話をしてくれる感じですか。いや、今日はちょっと、僕、個人の活動について。話していけたら、なと。なほなるほど。学校以外にも。 外で活動してるみたいな。そうですね。じゃそれを何個かね話していけたら。わ<お>、楽しいですね。ね<え>じゃあぜひ今日はいろいろお話聞かせてください。はい。レミちゃんが今ね驚愕の表情目を見開いておりましたそ。そんなジングルありましたっけ。そうなの。こんな短いのもね実は作ってあったんですよ。<laughs> な今。 しばらく日の目を見てなかったけど。びっくりしたもう誰が取っても今のになりますよね。<laughs> レミレミがとレミの声ですか。かそうだよ。レミちゃんの声を早送りして作ってます。<laughs> <laughs> さあさあさあ今日はあの水沢くんがゲストに作って,てますから、はい、すね,ね。水沢くんのお話を聞いていきましょう。<laughs> はい、で水沢くんが今個人で活動してることがあるってことなんですけど。えー、そうですね。まあ今僕あの。 その地元が境港なんで、その境港市にあるまあシニアステージ中野町別館というところで、まあサービス付き高齢者住宅ってなるんですけど、そこであのイベントの運営とかでイベントサポーターとして今関わってるっていう。サポーター高校生ですよねまだ。高校生ね。歌ちゃいますよね。大学生がその地域の施設に貢献するなら。 高校生ですごい。ね、そのまだあの高校、要は三年生だよ。そうですよね。はい。え。早いね。いろんな活動するの、やっぱすごいね。早くなって。で、あの今イベントさ。はい。気になりますね。って聞いたけど、それはどんなことをする役割なのかな。そうですね。まあ、月。 一回その e スポーツのイベントとかもやったり<ー>まあそれに並行してキッチンカー呼んで盛り上げたり自分でいやキッチンカー呼ぶのは他の人がやってくれてるんで僕は e スポーツの司会をやったり<ー>すごいそれキッチンカー呼んでるの大人の人ですですおえじゃあもう高校生で大人との確かに関わりがイベント じゃ、共同運営みたいな感じだよね。そうですね。<ー>すごい、何がきっかけでそうなったんですか。うん、でも、なんか、それが一年生の三月くらい、まあ、<お>スポーツ部が、はい、できる前に。はい、その、ここで、e スポーツのイベントをやってること、僕知らなくて。おそしたら、なんか、朝、電話かかってきて、友達のお母さんから。うん、ちょっと、みお君。あの、e、イスポーツ、や、やってるんだけど、できる。 今から迎えに行くわっていうことで待って待って今回答聞かないまま今から迎えに行くわって言ってるのわかんないですまあやりますって言ってで行ったらまあ本当なんかカニの喧嘩っていうゲームやっててまそう僕も初めてでも何とかやって一回戦勝って でも二回戦で負けたんですけどでも初めてで一回戦勝てるのすごくないですか僕もびっくりでそれ何のゲームやったのカニの喧嘩ってやつでどういうゲームカニ同士がカニ選んで自分であ。強いのとかいるんですかですねで武器もあって武器もあるそう僕やってたんでバット、バッドを持って戦ってへえ。それは一対一であ、ですですなるほどそれ 今あのサービス付きの高齢者住宅って話だったから、うん、その対戦相手はおじいちゃんおばあちゃんとかってなるいやなんかもう地域の子供たちとかいろんなとこから来てて。えー、じゃあ誰でも参加できるイベント、うん、あですです。へ。 住宅ってことにはなってるけど、はい、みんな地域の子が来たりとかですです一緒にゲームしたりっていうことがすごいみんなが持ってる高齢者向けのなんかあるじゃないですか施設、うん、それと違ってなんかやっぱりいろんなイベントができる高齢者施設ですごいろんな活動実際そのなんか他に「カニの喧嘩っていうゲームを今やったって言ってたけど、はい、他にどんなゲームやったりしたの 十一月にフォートナイト。おお、有名なやつですね。そうですね。で、その後に、まあ、ぷよぷよだったり。あの、す、大乱闘スマッシュブラザーズ。スマブラ。ですね。もう、それは、三月、四月、まあ、今回、まあ、今月、先月ですかね。もうやるって感じで。そうか。すごい。ろんなゲームをしてる感じ。ですかですね。いろんな人と。水沢君もじゃあ、運営に。 相手携ってるってことだもんね深井ですです<え>もう早く朝早く行って、えー、大変結構じゃあそのなんていうのイベントに参加してるなんていうのお客さんと言うべきなのか<ー>参加者の方もどんどん増えていってる感じ深、はい、ですね、えー、もう多い時で午前の部午,午後の部って分けて一回にも15人以上来てくれてすごい結構 知名度もそこそこあるイベントみたいな。そうですね。<ー>もう発信どんどんしていて。やば。水沢くんその一端を担ってるっていう、ね。高校生ですよね。高校,高校生、のはず。<laughs> 高校生のはずなんだよ人生何周目。<laughs> いや、すごい。本当に、そのくらい,い,い。うん、本当に。すごい。運営を今やってる、運営に携わってるってことですもんね。ですです。すごいな。なかなかできることじゃないよ、ね。いや、本当に貴重。 っていうか、うん、できる人も限られてきますよね。うん、あと水沢くんさ、はい、そのさっききっかけとしてあの返答を聞かないお母さんに誘われて言ってたけど、うんはい、そんななんか何、はい、でもイエスマンで受け入れてるの？はい、そうです、まあ仲が良かったんでそのことはい,、はい、でまあ行きましょうって言って。へー そこにこう前向きに取り組めるんもよ、ね、うーん何でも取り組めれるのがすごいなと思いますへじゃあなんかこうねいろいろぜひ今後も活動を続けて地域の人とのねこの交流の場をぜひ発展させていってほしいなぁと思いますねうん、うん、そうですね、うん、どんどん作っていけたらなとね,ね。面白いですね本当にすごいね本当だよねはい。 まあ、あと、ちょっともう一個、話したいことがあるんで、次回も、お邪魔させて、いいでしょうか。時期、すごい、自ら。そのまま、また、また志願してきたね。次回も。また、志願してきた。せっかくなんですね。せっかく、行ってくださってるから。次回もじゃ、あ三人で。はい、次回も。お話ししていきましょうか。はい。じゃ、あ皆さん、来週も、お楽しみに。来週に。今時、今時。今時。今時、ハイスクール。 さてここからはレミちゃんが頑張っているこちらのコーナーのお時間ですキャッチキャンパスストーリーズこのコーナーは私徳永レミが参院両県の高校や高専に取材に行き学校の魅力をしを生徒さんにインタビューその学校の魅力をラジオを通してリスナーの皆さんにも感じていただこうというコーナーです 番組が30分にパワーアップした今月レミちゃんが出雲高校に一人で取材に行った様子をお届けしております前回は出雲高校の給調祭について生徒会長の吉川さんと調長スタン当の高橋さんにお話を聞きました久しく印があるねだっっあそうですね給長祭,祭のいや<朝>だからやっぱり生徒が個人、はい、個人というかそのみんなで 生徒の思いを込めて作っている、うん、確かにそうですね学校祭学園祭ってことだもんね、うん、生徒の気持ちもちゃんとありましたしねうん、うん、素敵だなと思いました、ね、さあ今日はどんな話題になりますかはい今回はですね出雲高校の部活動について聞いてきました<お>それでは取材の様子をお聞きくださいどうぞ今回も島根県立出雲高校の推しを紹介していきますイエイ今日のプレゼンターは はい、今日も私、生徒会長吉川がお送りいたします。はい、今日紹介することなんですけど、はい、出雲高校でたくさんある種類豊富な部活動です。おで、えっと、三十を超える部活動のうちから、うん、今日は二つほど。<お>サッカー部とダンス部に来ていただきました。<お>まずはサッカー部です,、はいすえー。自己紹介お願いします。サッカー部のストーフーマです。 よろしくお願いします。えー、お願いします。サッカー部のキャプテンをしております長見健太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします,しします。サッカー部の方に来ていただきました。ではいろいろと聞いていきたいと思うんですけど、まずあのサッカー部の成績っていうのはどどういう感じなんですか今のところ。はい、えっとまずサッカーっていうのはリーグがあるんですけど、はい、その島根県リーグで A チームが一部リーグ。 B チームが、えー、去年、えー、昇格して2部に上がって1部と2部で今戦っているチームです、うん、すごいですねすす県内でも2部と1部で戦っているチームはそんなにないんす、ねうん、おすごいじゃあ強い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 ですね絶対に強い,強いですもちろんすごい最近あのエンブレム を<お>、はい、ができたというお話を聞いたんですけどそれはどうして今年かから急にででできたんですすそうですね、えー、今まで出雲高校はと長い歴史があるんですけど、はい、サッカー部も、うんはい、だけどその出雲高校サッカー部を象徴するエンブレムというのがないのでサッカー部の印象が弱いとかってなったので<ー>そのサッカー部全体でみんなで考えてエンブレムを作りました。えー、じゃあその、うん エンブレムを今見させていただいてるんですけどなんか竜だったり山だったりたくさん米なんか入ってるんですけどこうどういう思い出が込められてるんですかそうですね、えっと、左上の方に山とその麓に川をイメージした線を描いてるんですけどこの山を入れたのは、うん、あの出雲高校が山高という愛称がありましてそこからイメージを取って山を描きました。 でその下の川は出雲部屋に火川が流れているので、うん、その火川をイメージしてそこを取り入れ取り入れました。はい。はす,すみません。一つ気になることがあって、はい、山高って出雲高校のことってあってますか。かそ,うすね、そうですね。どうして山高なんですか。これ由来は。 諸説あるんですが <laughs> いや <laughs> その正確にこれだよってう向こう高校生も言われたことがなくて。だけどそうそうなんですよいろんなその上の世代とか先輩から言われてるのは山の上にあるからちょっと小高い山の上にあるから山高だとずっと僕らは言われておる えー、だから僕らもその全体の集会の前で「山高っていうのはこうだよ」とか言われたことないんですけどでもやっぱそのずっと「山高は山にあるから山高なんだよ」っていうのは語りつがれてます、えー、じゃあもうみんな出雲高校じゃなくて山高って言ってる方が多いですか、ね、そうですね,ですね地域の方とかも結構「山高生とか聞かれたりします、ね、えー、それで伝わるんですか、ね、すすてましたかか色とかもこだわったりしてますかそうですね、えっと ドレスネイビーをベージュにしてるんですけど、それはまああの特にドレスもうグレーグレーみたいなもんです。それをいやネイビーじゃないですか？ネイビーですけど、ネイビーだからコンコンだと思いますよ。多分グレーですか？本当にコンです。イステーショした。コンですね。良かったよかった。これは特には意味ないです。意味ないです。しかし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 この もう一つこのエンジンに近い色っていうあのコヒキ色っていう色を使ってるんですけどはい、うん、これがあの出雲高校のスクールカラーでスクールカラー、はい、でそこの印象があるのでこの色を取り入れましたねコヒキ色コヒキ色ですコヒキ色えー、じゃあ皆さんもコヒキ色にはなしたい染みがあるんですかそうもちろんえー、そうなんですね,ですねユニフォームもサッカー部の内野から野球の <laughs> おひきいろ。サッカー部のいい方。ああ、そっか。え本当だ。じゃあ、もう、皆さんの馴染みのある色で。はい、そうですね。馴染みありますね。馴染みはもちろん。じゃあ、あの、やっぱり部活をしてると、勉強とか。の方が大変になったりと。すると思うんですけど、勉強と部活動の両立はどんな感じでされていますか。 これ多分サッカー部だけじゃなくてみんな、多分難しい特に出雲高校、山高だと結構、難関大学とか進路に向けて頑張ってる方々も多いと思うんですけど部活と両立して部活動でもたくさんいい成績を残している部活もたくさんあって何かありますか <laughs> <laughs> 成績残している部活動。とかです、ね、文化部とかやっぱり強くて、はい、<ー>僕はあの所属、あの<ー>新聞部と文芸部を兼ねてるんですけど。どちらも、奴隷は四年度の東京総文の方に、<ー>全国に行きまして。うん、だから、そういう優秀な部下、成績を残している部活動っていうのは、いつもここには結構多くあります。すごいですね。勉強も頑張ってらっしゃって。はい。じゃあ、はい、もちろん、<laughs> もちろん。頑張ってます。<laughs> 頑張ってます。じゃ、最後に、意気込みを、これからの意気込みをお聞きしたいです。はい。 今度はあの総体があるので、はいうん、そこで、えっと、昨年度のサッカーの選手権だとか、はい、新人戦だとかでは、うんえー、初戦敗退だったり2回戦敗退だったりと先ほど風磨君が申し上げれたように県、うん、リーグでは結果は残せてるんですけど、はい、大会では思ったような結果が出せていないので、うん、今度の総体では優勝を目指して頑張りたいと思います。素晴らししい、はい、じゃ優勝を目指して 頑張ってほしいです応援してますありがとうございます、はい、ありがとうございました <laughs> 続いてはダンス部に来ていただきましたありがとうございます <laughs> ダンス部のキャプテンをしております松浦幸ちですよろしくお願いしますダンス部の副キャプテンをしています関志音ですよろしくお願いします はい実はここであのダンス部とは初めましてじゃないんですよね。さっきあの一緒に踊らせていただいたんですけどオリジナルの振り付けをチアダンスをね一緒にさせていただいたんですけどダンス部のは普段どういう活動をしていますかダンス部はは普段は 洋楽や j p o p とか k p o p などなんかいろんな多様な曲のジャンルでなんか自分たちで振りを作ることもあるしカバーダンスをすることもあるんですけど学園祭である球場祭だったりとか,なんか他にも地域のイベントに呼んでいただけることもあるのでそのイベントとかに向けてなんか曲をチームに分けて踊ったりみんなで踊ったりする曲もあるんですけど何曲か曲を完成させて。 踊ってますじゃあなんか一つのジャンルじゃなくていろんなジャンルのダンスをやってるって感じですかはいそうなんだじゃあ過去の大会の成績とかどんな感じですか <laughs> 令和3年度の大会では、はい、ミディアム編成っていう分類のところで、うん、先輩方が3位中四国で3位になっておられて、うん、すごい令和4年度の大会では、はい、都道府県枠いう っていう枠で全国大会に行かれました。えー、全国大会。はい。すごい。それは自分で制作、自分たちダンス部で制作したダンスで。全国大会ですか。はい。ええー、すごい。生徒会長の吉川さんから見て、はい、ダンス部のイメージとかありますか。そうですね。やっぱり一番ちゃんとダンス部と関わったのって、急調査だと思うんですけど、生徒会長としては。えー、<laughs> まあ、その急調査で。 一番盛り何やかんやもういろいろたくさん部活があるけどめちゃくちゃ盛り上がるんですよ声援とかそうですねまあ一部一部そういうんかあのすごい熱心な熱心すぎる応援をする層もいたりするんですけどだからそれもあった今まってすごく盛り上がるんですね客席も舞台も合わせてでそのダンス部の出番の時だけ球場祭ってペンライトが OK になるんですよだから客席がバーってペンライトで彩られて全校での なんていすかね、声援を送ったりして学校としてもまとまるなと思いますね、えー、<当>嬉しいですよねや,らやってる側からすると <laughs> 自分もやってる立場だからそういう,だろうペンライトとか皆さんからの声援ってすごく嬉しいから学校でもそういう,だろう環境っていうのが素敵だなと思いました PFC っていうのはどういう由来というかどこからその PFC が来てるんですか PFC っていうのはポーカーフェイスクルーっていう言葉の頭文字を取ってるんですけどポーカーフェイスクルーっていうのがステージ上ではなんかその曲に合った表情で踊るっていうモットーにしていて私たちはポーカーフェイスクルーっていう言葉にそういう意味が含まれているのでその頭文字を取って PFC っていう。じゃゃああちんと意味がってユニフォーム PFC ってて書いてまししたたよよねね、はい、<laughs> オレンジと白のユニフォームでそれはその色の意味とかあったりするんですか代々学年ごとになんかユニフォームが別に変わるんですけどなんか私たちは今年オレンジを選んでオレンジって明るくてなんか元気なイメージがあるのでその色に合わせてポンポンも毎年変わるんですよ。 すごい元気なイメージがしていいなって思って嬉しが、うんね、感じが伝わりました。6月に大会があるんですか？はい。あ、じゃあその意気込みとか聞いてもいいですか？と6月の大会では、うん、まず目標は全国大会に行くことなんですけど、と、うん、3年生7人で出る予定なんですけど、はい、その7人で気を合わせて頑張っていきたいと思います。うん ぜひ頑張ってくださいさっきねダンス部と一緒に踊ったダンスは「あの今杯」のインスタにアップされるのでぜひたくさんの方にね出雲高校の生徒の皆さんにもですし、うんですね、これを聞いてる皆さんにぜひ見ていただきたいなと思ってるのでぜひ「あの今杯、ね」のインスタもできたのでそちらもぜひチェックしてくださると嬉しいです。ははい今日はダンス部のと サッカー部の方に来ていただいてお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました,あい,ましたいや部活動のお話聞いてもらいましたけどレミ、はい、ちゃんに、はい、どちらもすごい成績を収めてねすごいですよね部活動がすごい活発的だから、うん、出雲高校全体的にだから本当にすごい皆さん頑張ってらっしゃってすごいなと思いました、うん サッカー部の彼は非常にいじりがいのあるキャラクターしてたね、はい、本当にそうですねみんなからいじられてて <laughs> 普段から仲いいんだなっていうのが伝わってきましたネイビーって言ってるのにグレーみたいな色です <laughs> グレーじゃないよグレー全然違うよっ <laughs> ツッコミどころが満載でねいいいじりを受けてたね、はい、ダンス部もポーカーフェイスそうです PFC っていうダンス部のなんだろう別名みたいなのがあって、うん、ポーカーフェイスクルー,クルーかっこいいですよ、ね、ステージ上では 表情、ダンスに合わせた表情をしようっていうね、うん、なんかこうプロ意識、すごいなと思いました。感じるところもあったよね。皆さん頑張ってて、すごく刺激を受けましたね。それぞれやっぱり、これからの大会に向けて。そうですね、頑張ってほしいです。今必死に頑張っているところだと思うので、はい、ぜひね、大会結果とかも。良い報告が消えるのをお楽しみに。しております、うんはい、本当に楽しみにしてます、うん今。今時、今時、今時、今時ハイスクール。 セアおしまいにセアだって <laughs> おしまいに番組からのお知らせです <laughs> はいこの番組ではリスナーの皆さんからの投稿お待ちしています番組への感想や各コーナーへの投稿もたくさん送ってください ツイッターからの投稿はハッシュタグ今ハ、は、イ、い、今はひらがなでハイ、はい、はカタカナですそして BSS アプリからもメッセージを送っていただけるようになっていますアプリをダウンロードして投稿してください、はい、その他公式インスタグラムアプリ限定記事 YouTube やラジオクラウドなどラジオ以外でも楽しめるコンテンツ盛りだくさんです次回の放送までしっかり復習をしておいてくださいさああっという間にお別れの時間となりましたここまでのお相手は AKB48 と徳永レミと BSS サイン放送松原ゆうでお送りしましたそれではさようなら